はい、皆さんこんにちは。レガテドリブル塾の翔ちゃんです。今日は高校サッカーより翔平高校の須藤直樹選手が実際に試合で使っていたドラゴンステップオーバーのやり方解説をしていきたいと思います。この動画を参考にしてぜひ皆さんも須藤選手のように試合で使ってみてください。それでは早速やっていきましょう。はい、それでは早速ドラゴンステップオーバーのやり方を説明していきたいと思います。でやり方としてはインロールして前に飛んでアウトっていうこのテクニックのやり方なんですが、これを3つに分けることができます。まず1つずつポイントを説明していくと、1つ目のインロールの時にポイントは斜め前に転がすということです。でここで軸足より向こうに行ってしまうとボールを戻す時に逆足が越えづらくなって、次のタッチも足元に入りすぎているので外へのタッチが難しくなります。なのでここで一番大事なのはインロールの時に軸足より向こうに行かさないことです。そのために必要になるのがここの軸足の使い方です。ポイントはインロールと同時に軸足を一緒にジャンプさせてあげることです。インロールで斜め前に押し出すのと一緒に軸足も斜め前にちょっと飛んであげる。でこっから戻すと同時に前にこの足は飛ぶんですけど、イメージとしてはボールの真上をジャンプして越えるっていうよりはシザースをするような感じでボールの内側からまたいでいく、越えていくっていう感じでやるとうまくボールの前に軸足を飛ばすことができるので、一緒に飛ばして前に移動させながらボールをシザースでまたぎます。でここで転がってきたボールに対して最後はアウトでタッチするんですが、この時にアウトのタッチも一度足をつけてアウトのタッチをするのではなく、インロールの足はもうずっと地面につけずにロールジャンプしてまたいでそのままこの足でアウトに行くっていうので、ここでスピードの変化、緩急をつけることができるので、このアウトのタッチは地面につけずにすぐにそのまま浮いた状態で下ろしながらアウトのタッチで次のダッシュに向かうっていう形でやってみてください。このテクニックの使える状況になるんですが、このテクニックは前に運びながらボールをタッチしていくのでディフェンスとの間合いがとっても大事になってきます。なのでボールを動かしながらドリブルしながら仕掛けるっていうよりは止まった状態の1対1でなおかつディフェンスとの間合い、ディフェンスが足を出した時に届く範囲でやってしまうとこれはディフェンスに引っかかってしまうので、このスペースを十分にあることを確認した上でこのテクニックをやってみてください。はい、このテクニックでアウトのタッチまでできるようになったら、アウトだけじゃなくてインのタッチ、今度は最後のタッチをインでやってカットインするような感じでインのタッチでやってみるとまた攻撃の幅も広がると思うのでチャレンジしてみてください。はい、このテクニックをマスターして試合で使ってみるともっとサッカーが楽しくなると思うのでぜひやってみてください。はい、いかがだったでしょうか。この動画が役に立った、面白いと思っていただけたらぜひチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。See you next time.